中日イランイスラム共和国大使館あるいは中日イラン大使館はイランが日本の首都東京に設置している大使館である在東京イランイスラム共和国大使館とも中日イラン大使館九百三十年七月中日イラ公使館が開設される第二次世界大戦により日本イラン間の国交及び公使交換が停止されたがいずれも戦後に再開され 1955年2月、公使館が、中日イラン大使館に昇格。1979年2月、革命により、イランの王政が崩壊したが、日本との国交は継承され、中日大使館も閉鎖されることなく、現在に至っている。2018年9月10日より、モルテザー・ラフマーニーム・バフヘドが、特命全権大使を務めている。歴代大使からは、 閣僚や中央銀行総裁、外務次官などを排出している。具体例を挙げると、外務大臣が、ホセイン・ゴデゥス、ナハイー、ゴラーム・アッパース・アーラーム、マヌーチェフル・モッタキーの3名、中央銀行総裁が、モハンマド・ホセイン・アーデリー、副首相が、アブドル・ラヒーム・ゴバーヒー、外務次官が、アッパース・アラーム・チー。ありがとうございます。